佐野海舟さん、代表に復帰はできるのか？佐野って今後代表に呼ばれたりするのかな？無理に決まってるじゃん。ベンゼマクラスでも呼ばれないのに。すぐは無理だろうが時間が経てばなくもないんじゃね？やっぱり日本と海外のチームでは感覚が違うな。日本では容疑者になった時点で犯罪者扱いだからな。いや不起訴なら代表も呼べる。時間を空ければ批判する奴は減る。6年後のワールドカップ目指すべき。6年後に佐野待望論が出てるようだと日本のボランチ育ってないことになる。ベンゼマがそんな感じだったな。本大会は結局怪我で出なかったかもだが。森田と前田が許されて伊藤と佐野が許されない理由ないよな。伊藤ができてないし無理に決まってる。事実無根ですって主張して不起訴なら復帰してもいいけど、本人が認めてるんだから復帰させたら大騒ぎになる。3人とも釈放されたし1人が主犯もないだろうし、弟も日本代表は無理っぽいな。キリンがスポンサー降りない限り代表復帰は無理でしょ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。